ヨーブラザー、幸せゴロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日紹介したいのは、カウの情報です。細かい情報は後々、公開していきたいんですけども、まずは、おすすめの、武器であったり、おすすめの、生物、要するにビルドですね、構築、元素の、スキルであったり、元素爆発の、状況、どんな風に、発動して何発当たるのか、そういうところの、お話もさせていきたいと思います。今後、カウンをね、使っていくにあたって、どれぐらい、重宝するのかというところも、簡単に話していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまずは基礎ステータスね。武器説明する前に、武器攻撃力の乗りパーセントがどう変化していくのかって説明します。攻撃力が高いってことは、武器 のパーセントの乗り、生物の時計の場所のパーセント、攻撃パーセントの乗りとか、全部にね、吸気族の乗りとか、そういうの全部において重要です。なので、カンは基礎攻撃力値がレベル90の状態で377。これは武器42を引いた数字が基礎攻撃力値。同じレベル90のタルタリア。ここで344。ね。だから302しかないわけですね。で、こちらのカウの場合は、これに42引いて、35ですね。335という数字になってくるわけです。はい、武器なんですが、いくつか候補あります。天空の翼、アモスの弓、絶弦、黒岩の旋球、単月の試作で、こちら弾球シャープシューターはちょっとある意味あって、候補から外れました。なので基本的にはお高いキャラクター、武器もアモス、天空だったり、星4のここら辺と、あとはスターライト交換のものであったり、単造品で、これ50にするという、その弓の原型が必要になってくるという、基本的にお高いキャラクターなのかなというところになります。ではまずはですね、こちらの天空の方から。はい、天空の翼ですね。これ、ダメージ的に言ったらアモスの方が、チャージ打ちは伸びます。ただ、会心率が 22.1% 伸びるっていうところと、会心ダメージがプラスされているっていうところ。追加ダメージも出続けだったらありますよ。だから、出続けで打ったとしてもそこそこ のダメージを与えられて、元素スキルであったり、退場型の元素爆発を打っていくっていうスタイルの時でも、かなり、役に立つのかなと思います。ランキング的に言えば、2位、3位ぐらいの感じですね。はい、使いやすいったら2位、3位ぐらい。はい。で、アモスですね。今回、一押しなんですけども、攻撃力パーセントがアップする。基礎攻撃力値が、46と。他のやっぱ星4武器に比べてあるんで、非常に周りからの影響も受けやすい、最終的な火力ダメチャリとかであれば、アーモス一択かなというところになります。で、通常攻撃と銃撃が当たれば、そのダメージが 15% 素で、これが初期時だと 12% かな。で、距離があればあるほど強くなるというところになります。これが 0.5 秒でマックスの50っていうことになります。ここの距離感なんですが、次の動画でわかるように。はい。で、距離感ですね。今、この距離から撃つと、アモスの50がもう間違いなく入ります。で、間違いなく入る距離で撃ちます。37909ですね。で、この距離だと入るんですが、だいたいこれより、手前の岩よりちょっとこっちより離れ気味で撃つと50が入る。マックスで利用しなかったとしてもいいんですけど、こうバックステップ2回やってちょっと下がる程度。で、この距離とかで戦えばいいんで、元素爆発内のバフデバフが乗った状態でちゃんと使うことができる装備だってことが分かりました。おそらくこれぐらいの距離から撃つと40、アモス40が最後の一発で入るというところで、動画で見るとおそらくこのラインかな、このラインぐらいですかね。このラインぐらいから撃つと50が入ってくるっていう形になります。これを見るとね、非常に優秀ってことが分かりましたね。今の距離感で戦えるのであれば、十分、40効果だとしても威力はそんなに落ちないし、普通に30とかであれば、着弾して広がって満開ダメージの方でしっかり当たると。なので、戦うのであれば、アモスがかなり強いってことが分かりました。はい。で、星4で現実的に使うものになるのは、おそらく黒岩の旋球、あるいは、
こちらの、単月の、試作という武器になってくると思います。で単月の試作は、弓の原型がないとそもそも、命中した時の攻撃力を上げていけないんですが、これがもし50したのであれば、攻撃力が、72% アップになります。移動速度も上がっていきます。ただ、一つだけ言えることがあれば、銃撃を弱点に命中させなければダメです。なので、相手がスライムであったりとか、まあ、そもそもエイム力に自信のないスマホ勢の方とかであると、頭打ったりとかできなかったりするし、銃撃の拡散でピャッて出るもの、満開攻撃なんですけど、あれは弱点にほぼほぼ当たらないんで、実際に打たなきゃダメになります。なので、それができる方であれば、これを使っていい。プラス、原型が余っていて、50とかにどんどん上げていけるのであれば、これ。ただ、限定的なんで、まあ、弱点を当てれない相手、スライムとかであれば、非常に普通の武器となります。普通の基礎攻撃力値の低い、普通の武器です。はい。ただ、黒岩に関して言うと、基礎攻撃力値がそもそも星4の中では一番高い44の設定。これがレベル90になると結構な差になってくる。50、100以上の差になってくるって形。で、会心ダメージが盛られているので、基本的にスキルの効果が乗らなくても、勝ちに乗じるが乗らなくても、基本的に強いので、無凸で OK っていう武器になります。はい。ただ、こちらの、敵を倒した時に攻撃力のアップするの30で 36%、ね、これも精錬ランク上げれば上げるほどいいんですが、まあ、ちょっと課金が微課金じゃないのかなというような感じなので、まあ、構成としては会心率をねちょっと生物で振ってあげるっていう形でいいと思います。はい。ただまあ基本的に弓を打って戦うってタイプであれば、まあ、これ敵倒すとですね退場型でも通用するんで非常に優秀です。黒岩敵を倒した後に30秒間なんで敵3体ババって倒した後に元素爆発を退場型で打つと、もうそれはもう攻撃力の乗った非常に優秀な武器なので、優劣をつけるのであれば僕は黒岩の方かなと。基礎攻撃力値も高いし、まあ、基礎攻撃力値の低いものに対しての攻撃力アップっていう能力、基礎攻撃力が高いものに対しての攻撃力パーセントアップっていうところと、追加会心のコントロール。黒岩でしょ。ただ、無凸で OK。こっちは凸らないとダメっていうところになりますんで、ちゃんと原型と相談して決めるのと、課金具合によって決めるっていうことになります。はい。で、星3段級シャープシューター。こちらなんですけど、最初使えると思ったんですけども、これ弾球すげえ近くに行ったとしても、通常攻撃または銃撃の矢が発射した3秒以内にこれダメージね、いかないんですよ。だからこれはなし。で、シャープシューターも、満開ダメージ、チャージショットの、広がる広範囲のやつ、あれに入らないんですね。なので弱点によるダメージが一発目にしか乗らないんで、満開ダメージの方がメインなのに、ほぼほぼ弱点に当たらないということで、こちらもダメということになりますね。なので使えるやつは、天空、アモス、退場だけだったら絶弦、で、黒岩、星4だったら黒岩、順次で、こちらの試作ということになります。はい。で、スキルの層ですね。スキルは、まあ、こちらの、まあ、デコイ性能のある、水蓮という、なんか、ものを出して、相手が挑発によって引き付けられる。そのエリア内の説明は後で。で、こちらの、引き付けるってことは、HP 上限が高くないと、それがすぐ壊されてしまう。なので、敵にいっぱい囲まれた状態でヘイトを取るっていうような感じで、なります。で、これが壊れるのって、6秒間。持続時間、継続時間6秒なんで、6秒間敵を目いっぱい引きつけた方がいいっていうことになりますんで、このしっかりとこのレベルを上げて、HP 継承値をどんどん上げることによって、その生存率が上がるっていう形になります。この生存率が上がると、敵をチャージショットの連続で打つことがありますんで、早く壊れる方がダメージ伸びるじゃなくて、早く壊れない方が DPS は伸びるっていう設定になっております。はい、次にですね、スキルの設定。これ、デコイ性能がどんな感じか。まあ、見ての通り、ここで、はい、この距離ぐらいですね。この距離ぐらいで、ヒルチャールがこっち向いてます。
で一応歩いててフリーな状態であればデコイの方を向いてくださるようですね。はい、でこんな形で人数の方どうなのか、デコイに引っかかる人数はこれを見る限り制限はないようですが、一連の攻撃モーションが始まる前にデコイしなければダメなようですね。はい、こういう感じで全く何の攻撃モーションにも入ってない人であればこうやってデコイにはまるというところになります。はい、でよく見るとここで粒子が出ます。出した時に敵に当たれば粒子に、弾けた時に敵に当たっていれば粒子に、合計粒子4という形になります。2凸で2個だったら粒子が8個回収できるような設定になっています。はい、でこんな形で6秒間ねしっかり敵を引きつけておいてくれるっていうもの。はい、さっきの説明なんですが細かく、はい、モーション入ってます。デコイ、はい、攻撃モーションに入ってしまうとこのようにねスルーされてしまうようですね。はい、じゃあ次は元素爆発ですね。まあ何かを集めて召喚して、まあ、その広範囲のエリア内で、まあ、つららを落としてっていうことになります。このつららが、まあ、氷柱というようなで、これで氷柱のダメージはまあさることながら継続時間が15秒、クールタイム15秒で、元素エネルギーがまあ40、60、80とある中のまあ中間、これだけのボリュームの継続時間クールタイムの短さを誇っていて60、これはかなり強いというところですね。でこの氷柱ダメージがどんなものかっていうので今ちょっと発動してみた動画を流しています。はい、これエリア15秒間なんです。で45本、で5本に1本セット、これが 1.6 秒ごとに5本に1本のセットが確定で敵に追尾します。フィールドにいる敵は10発ヒットするって感じですね。で1本ずつの間隔は 0.33 秒ぐらいで、敵が1人なら残りの4つはランダムで落下する感じです。でこれね、厳選できると氷柱が1万ダメ超えてくるんで、まあ、確定で10本落ちるから10万ダメージは超えてくる。で数で敵をまとめると範囲攻撃なんで、それが全部当たるともう45本のつららが当たってくるって感じになりますね。で最初からなら確定で10本なんですけども、こういう守衛みたいに遅くてでかい相手とかであればランダム分入れても、まあ、15、6発は、まあ、ヒットするという形になりますので、まあ、最低10発ではないです。さあ一応ですね、今おすすめの武器から、まあ、キャラクターの能力値、あとは、まあ、スキルと、まあ、元素爆発の、まあ、簡単な説明でした。まあ、一応この総称してですね、まあ、通常攻撃も DPS 高い、火力高いで、スキルの威力も、まあ、非常にね、爆発出した時と爆発した時と、あとは二突効果に、まあ、2発打てる、これで4発ねダメージが、まあ、それぞれ高火力で与えれる、しかも氷属性誘拐かけやすいというところで、まあ、非常に火力高いで、元素爆発も15秒の投資のダメージでいったらもう本当に何万超えてくるのかもう分からないような、火力で、非常にね、ここ火力だけ見たら非常に危ないんですけども、まあ、組み合わせがね、非常に有効なキャラクターとそうでないキャラクターとかね、結構分かれてくると思います。そこの方のね、考察もしていきたいと思います。あと生放送僕やってますので、ぜひぜひ遊びに来てください。では、チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。またお会いしましょう。グッバイブラザー。